トイアリ級生骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、頭痛持ちの方の対処法についてお話したいと思います。少しですね、総合的に、いろんな角度からですね、ちょっと考えたいと思います。頭痛持ちの人はですね、おけつと水毒がキーワードね。頭痛持ちの患者さんというのはですね、病院でね、何かその MRI とかですね、取って、ここが異常があるなっていうのが分かればですね、その異常をですね、取り除くなり、何かね、作業をしたらですね、それで解決するならいいと思うんですよ。でもほとんどの方は、病院に行ってもですね、頭痛外来に行ってもですね、その本当の原因っていうのがね、分かりませんみたいな感じで、あとは痛み止めのね、薬を飲まされるのが大半の人じゃないかなと思うんですね。最近はですね、病院の方もちょっと知恵をつけてきてですね、漢方なんかも処方するように、ようやくね、なってきた感じだと思うんですが、まだまだですね、頭痛外来にね、行って、本当にね、治ってる人がいるのかなっていうのはね、感じだと思いますね。それでですね、ちょっとね、こちらの図を見ていただきたいんですが、例えばこう人がね、いると、ここに頭痛って書きましたが、頭痛持ちの、患者さんが、いらっしゃると、いうことなんですが、もちろんですね、この全ての症状が全て当てはまるというわけではなく、一つ二つね、当てはまれば、それで十分なんですが、何が言いたいかというとですね、例えば頭痛を持ってる患者さんが病院に行ってもですね、頭しか見ないんですね。頭しか見ない。脳の断面図とかね、よく見ても頸椎、首の並びぐらいしか見ないんですね。もちろんですね、それで解決できれば、それでいいと思うんですが、当院のね、東洋医学からすればですね、例えば鼻の調子も悪いと、肩こり、腰痛もあるんだと、冷え性もあるんだと、巻き爪で困ってると、あとは巻き爪気味だと、アレルギー症状もあって、生理痛、生理不順、あとは子宮筋腫、子宮内膜症とかね、婦人病を持ってるとか、あとは肺、気管支喘息とか、風邪ひくと咳がなかなか止まらないとかね、咳がよく出るとか、あとは皮膚症状ですね、皮膚症状があるとか、乾燥肌だとかね、あとは肺のところでね、言い忘れましたが、風邪をひきやすいとか、あとは喉の症状ですね、慢性扁桃炎とか、風邪ひくとすぐ喉が痛くなるとかね、そんな感じとか、あとはうつ症状があるとか、あとは睡眠障害ですね、たびたび目が覚めるとか、寝つきが悪いとかね、あとはその生理痛、生理不順のところに当てはまるんですが、その PMS ですね、PMS、気持ちの上がり下がりがね、激しいとか、そういったね、例えばいろんな症状があった場合ですね、頭痛は脳神経外科、鼻は耳鼻咽頭科、肩こり腰痛は整形外科、巻き爪は形成外科、冷え性はもう西洋医学じゃ無理ですね、アレルギーはアレルギー科、生理痛、生理不順、子宮内膜症、卵巣の腫などは婦人科、肺は呼吸器科、皮膚は皮膚科、喉はまた耳鼻咽頭科、うつ症状、睡眠障害は心療内科、もうこのようにですね、体をバラバラに見てるんですね。だから治らないんですね。よくですね、私もこの YouTube 動画で再三言ってるんですが、木を見て森を見ない西洋医学、木を見て森を見ない西洋医学、頭痛は見るんだけどその他は知りません、他の科に行ってちょうだいね、そうなっちゃうんですね。でもですね、体っていうのは全身つながってるので、やはりですね、東洋医学の森を見て気を治す、体全体を見て気を治すようなね、作業をしないとですね、慢性的には取れてこないんですね。ですので本当に治そうと思ったらですね、当院のようなですね、東洋医学専門の治療に来ていただければ、片頭痛はですね、もう 100% と言っていいぐらいもう改善しますね。私はもう過去13年ぐらい治療してますが、一人としてですね、改善しなかった患者さんを思い出せないですね。男性でね、一人だけ、なんか改善、あんまりね、治療期間もちょっと短かったんですが、改善しないでね、終わっちゃった患者さんいましたが、過去にですね、相当な数の頭痛の患者さんやってますが、99.999% ぐらいね、改善しますね。
そのキーワードがですね、頭痛持ちの人はおけつと水毒がキーワードなんですね。じゃあこれをですね、まあ、家庭でね、まあ やろうとするとですね、まあどこまでね、これで改善できるか分かりませんが、家でですね、まあこういった、まあ、生活習慣とかね、食べ物とか、まあ、漢方ツボね、このあたりをまあ総合的にね、いろんな角度から見た場合ですね、まあ、どんなのがいいのかなということで、まあ、ご紹介しているわけなんですね。まあ、おけつと水毒が、まあ、キーワード、ね、おけつというのはですね、まあ、血液の滞りや、まあ、血液がちょっと汚れたような状態なんですね、まあ、そうするとですね、痛みが出るんですね。まあ、東洋医学ではですね、大原則がありまして、腹痛っていうのがあるんですね。腹痛側痛っていうのがあるんですよ、まあ、不可能の腑に通る、まあ、通らざればすなわち痛みが出ますよって言ってるんですね。循環が悪いと痛みが出るんですよね。頭にもですね、もちろん循環してますし、まあ、全身循環してるんですね。特にですね、こういうまあ生理痛生理不順がある、まあ、ここっても血とめちゃくちゃこう関連してますよね。そういったとこにトラブルがある方はもう血の循環が悪いわけなんですね。血の循環が悪い、まあ、そうするとですね、腰痛肩こり、これも血の循環が悪いわけですよね。冷え症、これも血の循環が悪いわけですね、まあ、このようにですね、まあ、あとはその巻き爪ですね、これも爪までね、しっかり血液がいってないから丸まっちゃうんですね。これをまたワイヤーでね、こうやるのも一時的にはいいんですよ。でも本当の意味での治療にはなってないんですね。これは血液が末端まで来てない証拠なんですね。これをまたここだけ見てね、治療するのは、まあ、まあそれは対処療法としてはいいんですが、まあ、根本治療にはならないわけなんですね。血液がいってないと頭にも行きづらいから睡眠障害にもなる、ね、そのよ睡眠障害じゃないわ、その頭痛にもなるということなんですね。ですので、まあ、おけつが、まあ、キーワード一つですね。もう一つは、まあ、水毒、これはまあ低気圧によってまあ頭痛が起きる人がたくさんいるんですね。台風が近づいてくると頭が痛いね、このようにまあなるんですね。もうこの2つがキーワードですね。もうこれでほとんどの人治せますから、本当にね。じゃあそれをツボでやろうと思ったらどうするかというと、まあおけつに対しては、三陰交っていうツボがやっぱりいいですね。これはまあ婦人科系のものすごく有名なツボなんですが、まあ、産院後ずっとお灸してたら、この生理不順とか生理痛がまあ軽減していきやすいですね。まあ、そうすると、これが軽減すると腰痛肩こりもものすごく軽減しますね。その延長線上でまあ頭痛が解決していくわけなんですね。だからその肩こり腰痛があって、まあ、マッサージとかしててもですね、他の症状がもう全然ダメなんですね。プラス一時的に血液の循環が良くなっても、揉んでる時はそれは循環するんですよ。でも離しちゃうと循環しないんですよ。だからその場だけちょっと楽になって、次の日にはまたしんどいってなっちゃうんですよ。これは体全体を循環させる機能を上げないとダメなんですね。体全体を循環させる機能を上げると自動でぐるぐる回り始めますから、そうするとトン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 って治っていきますから、本当に治りますからね。まあ、当院でもですね、生理痛生理不順があって頭痛を訴えたり、いろんな症状を訴える方はこれが取れるまでは来てくれって言うんですよ。まあ、これ取れるまでだいたい3ヶ月ぐらいかかるんですが、まあ2ヶ月で治る人もいますが、まあ、これはもうね、改善しますから、これ改善するとトントントンパーン治っていきますからね、本当。じゃあこれを一番治すのはやっぱり三陰交ですね。三陰交というツボがやっぱりいいですね。まあ、あとはちょっとね、マニアックですけどね、大骨ってね、いうツボがまあお腹のね、とこにありますね。まあ、自宅でね、まあ、お灸するんだったらですね、まあ、三陰交の方がやっぱりやりやすいですね。大骨ちょっとやりづらいですね。あとは水毒ですね。水毒、まあ、これは低気圧によって頭が痛い人はですね、まあ、水分、水道、三陰交、ね、水分もまあお腹のツボ、ね、水道もまあお腹のツボなんですが、まあ、自分で自宅でお灸するならですね、まあ、やっぱり三陰交がまあ一番いいと思いますね。三陰交が一番いいと思いますね。これめちゃくちゃいいツボなんで。あとは漢方ですね。漢方を飲むならですね、まあ、おけつ、体質、ね、生理痛があったり、
まあ、あとはここにね、書き忘れましたが、便秘ですね、便秘。便秘があった場合は、この頭角上気筒っていうのがすごいいいんですね。あとはまあイライラとかあっても効きますね、頭角上気筒ね。便秘がある患者さんっていうのは、お風呂で言えばですね、その線を抜いてないような感じなんですよね。そうすると汚いものがいっぱい溜まっていきますよね。そうすると体の中が汚れてくるから循環ね、しづらいし、循環しても汚いものが回るわけですよ。そうするとまた頭が痛い、腰が痛い、気分が優れない、うつ病になる、睡眠障害っていろいろ言っていくんですね。ですのでこの頭角上気筒っていうのがいいんですね。ただこれはちょっと実証向けって言って、体がまあ充実した患者さんにまあ使うもんなんで、ものすごく体のね、弱い、タイプの人はちょっと向いてないと思いますね。まあそういった方はまあ半分にして飲むとか、まあ食後飲むとかね、そういった感じの方がいいかもしれませんね。これはまあ体が強い人にね、向いてるんですね。あと次ですね、神翔陽さん。神の、身がちょっと抜けちゃいましたね、神翔陽さん。味ですね。神翔陽さんっていうね、漢方があるんですが、まあ、このね、ここの、まあ頭角上気筒、神翔陽さん、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸というのは、まあ、全てね、駆おけつ剤といって、まあ、おけつをね、きれいにしてくれる漢方なんですね。まあ、その中で、神翔陽さんなんですが、これはまあその PMS とかね、気分障害がある患者さんなんかに、まあ、適しているとなってますね。まあ、あとはまあ更年期障害のね、まあ、代表的な漢方ですし、あと冷えてのぼせるとか、あとはさまざまなね、いろんな症状をまあ持ってるタイプの患者さんにまあ適用しやすいですね。次、まあ、桂枝茯苓丸いきましょうかね。桂枝茯苓丸ですね、まあ、これはね、駆おけつ剤のまあ代表って言われてまして、おけつをさばくね、おけつをきれいにする能力がすごい優れてるんですね。この漢方はですね、頭角上気筒と同様に、まあ、実証向けなんですね。まあ、こっちはまあ便秘がある人、まあ、こっちはまあ便秘がない人みたいなね、感じで、いいと思うんですね。この当帰芍薬散、まあ、ちょっとね真ん中に書いたんですが、これはまあおけつ水毒両方に使えるんですね。まあ、利水作用っつってね、まあ、水をさばく、まあ、作用もしっかりしてますので、おけつをまあ取りながら、この水毒もしっかり適用してくれるっていうような漢方ですね。これはまあ巨匠向けですね。巨匠、中間匠、実匠向けの漢方なんですね。まあ、だからまあおけつもあって、まあ、水毒もある患者さんをね、まあ、頭帰芍薬散がいいと思いますね。まあ、あとまあ便秘なんかがある場合はですね、まあ、私の YouTube 動画でまあ言ってますが、ハブ茶とかね、センナ茶とか、まあ、その辺でまあ対応するのもいいかなと思いますね。まあ、便秘はめちゃくちゃ良くないんで、まあ、便秘はもう絶対に解消すべきですね。まあ、頭痛を取るときにもですね。次ですね、まあ、漢方で、水毒、まあ、これも有名な漢方ですけど、五苓散ね。五苓散はもう体のね、水のはけを良くしてくれるんですね。水を整えてくれますので、五苓散を飲むとですね、台風による、まあ、頭痛が軽減する患者さんっていうのはいっぱいいますね。この五苓散っていうのは、まあ、すごいね、水毒には優れた漢方だと思います。次、食。まあ、おけつですね。おけつは、まあ、その肉類っていうのはね、あんまり良くないんですね。肉類は体を、まあ、汚すと、まあ、東洋医学ではなってますね。あと書いてませんが、例えば乳製品とか、白砂糖ですね。あとはまあ加工食品とか、添加物ね。そのあたりもやっぱり気をつけた方がいいですね。まあ、肉類とまあ白砂糖はまあ気をつけた方がいいですね。それはもうおけつを作るまあ原因になりますので、肉類、ね、白砂糖。じゃあ肉を何も食べたらダメなのかという話なんですが、他の私の YouTube 動画でも言ってますが、鶏肉が一番マシですね。鶏肉が、まあ、私も肉を食べるならですね、9割以上がもう鶏肉しか食べないんですね。ですので、もし食べられるのなら、肉食べたいなら、まあ、鶏肉を優先すると。で次は豚ですね。その次に牛ですね。まあ、牛なんか私本当に1年に1回食べるか食べないなんかで、食べるか食べないなんかなので、牛肉はまあ究極ですね。まあ食べなくていいと思うんですね。まあこういうのを気にするならですよ。あとはまあ白砂糖と加工食品、まあその他ですね、体に悪そうなものはやめてくださいね。
頭人工甘味料なんかもねやめた方がいいですね、ガムなんかでシュガーレスとかね言ってますが、もう人工甘味料なんで、もう人工的に作ってるんで、もう危なっかしいですよね。まあそういうのはまあ良くないわけですよ。もうガムなんか噛まなくても別にね、なんともないですからね。次水毒ですね、その低気圧によって頭が痛くなるね、要はまあその体の中がまあ水浸しになってしまうわけなんですね、まあ、そういった患者さんはまあね、まあビールとかね、まあ、お酒で言ったらまあビールはまあ控えめの方がいいですね、まあ、このあたりはまあね、水毒にまあ関係しますね、まあ、あとは水分の取りすぎですね、水をね、たくさん取った方がいいと思ってる人がまあ多いと思うんですが、まあ、もちろん体ってね、水の塊ですし、1日 1.5 リットル水出す、ね、お小水とか、まあ、唾液とかね、発汗とか、まあ、便からもね、水って出るんですが、まあ、水の取りすぎっていうのはやっぱ良くないわけですよ。腎臓にも負担がかかりますし、ですので喉が渇けば飲めばいいんですよ、ね、喉が渇けば飲めばいい。だからその無理やりね、飲む必要はないということなんですね。あとは生活ね、おけつ、AM から、AM1 時から3時、ね、これは何かというと、まあ、私のね、まあ、YouTube 動画でもね、私も1000動画以上上げてますんで、いろんなことを言ってるんですが、この1時から3時っていうのは、東洋医学ではですね、肝臓の時間なんですね、肝臓の時間。ね、24時間ありまして、その24時間に対して、まあ、2時間ずつですね、6増6分、ね、6増6分だから計12ですよね、それが24時間こう配当してるんですね、そうすると2時間おきにですね、各臓腑の配当が決まっておりまして、1時から3時っていうのは肝の時間なんですね。この肝の時間、この肝っていうのはですね、あの肝臓、西洋医学の肝臓とはまた違うんですが、東洋医学でいう肝臓なんですね、これはどういう作用があるかというと、血液浄化作用があるんですね。血液浄化作用、また全身にくまなく血液を行き渡らせるという作用があるんですね。だからこの肝にね、まあ、しっかり働いてもらわないといけないんで、この1時から3時というのは寝てくださいってことなんですね。1時から3時にはもうカーッてもう寝てるとね。だから12時半ぐらいにはもう布団に入って、1時から3時はしっかり寝てるという時間にしないとダメなんですよ。この時間に起きてると肝がね、うまく働けないんですね。そうすると血液がどんどん汚れていって、血液が停滞しやすくなるんですね。ですので、まあ生活習慣としてはまあ1時から3時、まあ寝るのがまあベストですね。あとこの水毒ですね、これはまあなかなか、まあこのね、こういう他のことでね、なんか言い表そうかなと思ったんですけど、結構難しくて、まあ これをね、代用していただきたいですね。まあ、水分の取りすぎとか、まあ、ビールの飲みすぎっていうのをね、代用、まあ、そのまま生活に当てはめていただきたいですね。まあ、あとはね、やっぱり冷えとか良くないんで、まあ、そのビールはめちゃくちゃ体冷やすし、まあ、飲むならですね、まあ、私もビール好きなんで、まあ、ビール一杯と、その後はまあ芋焼酎ね、飲んだりですね、まあ、芋は根菜類なんで、まあ、いいわけですね。まあ、本格焼酎にした方がいいですね。あの香類、おつ類っていうのがあるんで、まあ、本格、焼酎にした方がいいし、まあ、あとはまあ日本酒だったらまあ純米酒がまあベターですね。純米吟醸とかまあ高級でフルーティーで美味しいんですけど、米を削ってるんで、体を冷やす作用が強くなりますね。まあ、あと醸造酒とかはもうやめた方がいいですね。醸造酒なんか飲むと、まあ、こっちのね、まあ、おけつ体質にもなりやすいですね。もうその人工的にね、やっぱり手を加えて作るっていうのはあんまり良くないんですね。まあ、そのような感じですね、なかなかまあ自宅でもね、できない、まあ話にもなってきましたが、まあ、こういったことをまあ参考にしてもらえたらなと思いますね。まあね、治療院にまあ来たとしたらですね、このおけつと水毒がキーワードなんで、まあこのね、両方を、まあ、このおけつと水毒を、まあそのなんていうんですかね、そういった体質を変えていくわけですね。例えば私なんかまあそう頭痛がないわけなんですね。じゃあここに頭痛のある人がいるとしたら、この頭痛のある人は、まあ、こういったことに、まあ、弱い体質なんですね。私はこういったことには強い体質なんですよ。だから私には出なくて、この人には出てしまうわけなんですね。じゃあこの人の体質をこっちに変えてあげれば治るんですよ。それにはこういったもう全ての症状を治すような治療をしないと治らないんですよ。西洋医学病院がやってるような、
痛み止めを渡したり、もうそんなんではもう体はそのままじゃないですか。体はそのままなんですよ。だから治らないんですよ。この人の体をこっちに持ってこないとね、それにはですね、まあ、こういったことがまあ助けになってくるわけなんですね。本日は頭痛持ちの方の対処法についてお話ししました。参考にできる方は参考にしてください。以上です。